麒麟山の登山口に来ております。ここからね、麒麟山登っていくって形になります。今回は麒麟山の紹介ではなくて、その途中にあります金上稲荷神社、こちらのね紹介をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。津川城二の車跡に来ております。こちらに看板がありまして、麒麟山狐戻し城の由来、1252年に藤倉森弘がこちらの麒麟山の点検を利用して築いたのが始めだと。狐も戻るというほどの山が堅素だったために、狐戻し城という名前が付けられたということですね。その子孫である金上氏が長い間城主として越後の国の備え等を固くしたと。津川城は1627年に幕命によって廃城となりますと。こちら金上稲荷大明神の祠にやってきました。赤で塗られて結構目立つんですよ。この先行きますと麒麟山の山頂方面に行く道ですね。こっから先が結構登山道としてかなり険しいんですよ。反対側ちょっとまっすぐ行きますと展望台があります。で、この重要な地点ですね、こちらのところに金上稲荷大明神があります。麒麟山金上稲荷の由来、麒麟山狐戻し城の守護神として歴代の城主から厚く信仰されていたが、寛永4年1627年廃城になり、それを祀る者がなく住吉神社の帰依となった。1741年に祠を建てましたってことですね。昭和15年1940年に金上家最後の城主森恭弘の霊を合祀したと。古来から五穀豊穣、商売繁盛、縁結びの神として信仰を高めていると。そんな感じですね。津川白山白狐、子供が泣くなら化けてみなと、そういう歌も残されてます。麒麟山の、ちょうど真ん中あたりですね、そこに位置するところに鎮座している金上稲荷大明神ですね。津川の町を見守ってくれてます。金上稲荷の鳥居がちょっと見えてる感じなんですけれども、すぐそこのところにこちら麒麟山城址の火が立っております。で、こちらのところが展望台ですね。展望台からはちょうど津川駅の方ですね、ここまでは気楽に行けますのでね、ぜひとも麒麟山登山も含めてちょっとね遊びに来てみてはいかがですか。